どうもプラチナムカーでございます。どうも来なさってあざーす。ということで本日は、実は最近ちょっと気になっていたドルフィンウェーブというスマホアプリゲームをやってみたいと思います。はい、ムカデくんもね、さすがにね、やっぱね、まあ皆さん何人か気づいてるでしょうけどもね、まあ私一応昔はブルーアーカイブもやったり、アズールレイもやったり、いろいろそういうなんかレディーたちがいっぱいキャッキャウフフなゲームをいっぱいやってきたわけなんでございますけれども、まあ、結構ほとんど捨ててきたんですね。ほとんど途中で飽きてしまってね、ポイポイってやってしまったわけなんですけども、今回ちょっと珍しい、随分一風変わったゲームを見つけまして、なんか、なんでも、なんなんだろう、これは、競輪っていうの？なんかボートレースみたいなやつなのかなっていう風に思いつつ、でもなんかボートレースとも違うっぽいんですよね、なんか。なんか水鉄砲みたいなの持ってるのが、YouTube の CM で結構多くて、なんか結局なんなんだろうなーっていう風に思いながらも、とりあえず、インストールしてみた次第でございます。ということでね、とりあえず一回、やってみましょう。百聞は一見しかず、100件は一食にしかず。ドルフィンウェーブ利用記憶。はーい。もう全部見ました。はい。もう私は聖徳太子の最強バージョンでございますので、はい。はーい。聖徳太子の資格バージョンなんで、目星最強なんで、はいはい。どうぞどうぞどうぞ。スーパーめんどくさがり。はじめから続きから、なんか昔の RPG っぽい。もちろんはじめからでございますよ、もちろん。私は人生初でやらせていただきますからね。よろしくお願いします。ほな、行ってやろうぜ。なにどうしようか。入ったら俺ダウンロードしてやるんだもん。うわー、これ画面大丈夫かな、これ。これ画面大丈夫かな、これ。なんかまずい予感してきた。大丈夫かな、画面。あ、すっごいまずい予感してきた。まだこっちの方がセーフ？うわー、こっちもやばい気がしてきた。うわー、こっちもなんか嫌な気がしてきた。あ、こっち、露出的にセーフ、セーフ、危ない。セーフ。まずいなー。俺このゲームプレイして大丈夫かな、俺。なんか俺の今までのイメージぶっ壊れたりしないから大丈夫かな。すごい心配になってきたんだけど、なんか。あ、なんで YouTube でこの辺のキャラしか広告で見ないんだろうと思ったら、そういうことか。このキャラ露出エグいんだ。あー、盛り上がってまいりました。盛り上がってまいりましたよ。盛り上がってまいりました。盛り上がってまいりましたね。一つだけ言えることは、風見エレンはおそらくツンデレ。この髪の描き上げ方をするツインテールは、十中八九 100% 天と地がひっくり返ってもツンデレ。多分ツンデレだと思う、これは。ツンデレじゃなかったらびっくりする、マジで。これで順調系だったらびっくりする。ということで、そろそろ始まりそうですね。やっていきましょう。レッツゴー。まだやるのかい、ローディング。あ、やっときた。まだやるのかい、ローディング。あ、ま、なんかやる。面白いじゃねえか、このゲーム。違う、そうじゃないっつってね。はいな。ジェットバトルは、私の憧れが詰まったスポーツ。ジェットバトルってのが、そのなんか、競輪みたいな、ダイナマイトボートレースみたいなやつやろ、要するに。なんか、やっぱ、あれっぽいよね。言っちゃっていいのかわかんないけどさ、多分これ会社が違うから言っちゃいけないんだけど、ほほ娘っぽいよね。ほほ娘っぽいよね。ふま娘。ふま娘っぽいよね。ふま娘。すげえ臨海都市だ。すごーい。ジェットバトルが盛んな。すげえ。人工と和田摘みなんだ。和田摘みじゃないんだ。和田摘みなんだ。発音むず。わあ、発音むず。このね、じゃあ人工と和田摘みにね、発音むずいなわけ。和田摘みにね、ムカデが、参加させていただき、ドルフィン。選手はドルフィンと呼ばれるのかな、つまり。私はセンチピードでございますけどね。ドルフィンとセンチピード。勝つのはどっちか。いざ尋常にってやつはね。先宮イルカ。あ、もう、ドルフィンになるために生まれてきたような名前じゃないか。ドルフィンになるように生まれてきた名前じゃないか、諸君。イルカくんか、イルカくん。はい、ということで始まりました。
明日から君、ジェットボトルのコーチじゃない？上司にそう告げられてやってきた人工島、和田摘み。もちろんコーチなんてものは未経験。右も左もわからない状態よ、お前。そんな状況でコーチなんかやってんじゃねえ、バカが。お前、選手生命ぶち取れるやんけ、お前。南国情緒あふれる和田摘みの観光区は仕事なければ楽しく遊べたのだろうが。3D だ！まずはチームメンバーと交わせに行かなくてはならない。そう思い地図に目を落としたところ。おお、絶対この子さっきのイルカだろ。絶対。100% かけてもいい。だってもう、顔面にイルカついても2匹。ほら！おれー！あるがってたよ！おれー！おれー！俺の推理力舐めんなよ！絶対落ちないやろけど、こんなん。元気そうな女の子とぶつかって転んでしまった。観光に起きてるんだろうか。いや、それより、ごめんなさいだろ、まずは。こっち、ああ、はい、言った。こっちお前見たかったからね。いやいやいや、そんな、いや、大丈夫？いや、私外国格でございますから、結構私にぶつかったら結構痛いと思いますけどね。私は全然痛くありませんけどね。サキミヤイルカさん。へぇー。ああ、どんな用事でございますのって聞くのはさすがに野暮ってございますかね。ああ、もう行かないと遅刻しちゃう。ああ、気をつけて行ってきなー。キリシマ。キリシマ。ジャパニーズサケ？ジャパニーズサケ？赤切り黒切り？ちょっとそれお詫び楽しみだな、それ。お詫び楽しみだな。変なお詫びじゃなくていいから。マジで企業系のお詫びでいいんで。酒くだ、お酒ください。お酒をください、頼むから。新しいコーチの名前入力してください。むかで。個人情報や公序良俗に反する内容は入力しないでください。ムカデって公序良俗に反するかな。公序良俗に反するかな。まあ、ムカデでいっか。ムカデでよろしい。なんか2回も聞かれるとなんかな。なんかな。なんかな。あ、パーソナルトレーナー PT にする？ PT ムカデにしようか。もうそのまんまだけどな。プラチナムカデだから PT ムカデってそうなんだけどな。PT ムカデにしようぜ。あれ？わかりました。それじゃあまた後で。はーい、霧島くださいね。じゃあ後でお酒くださいね。かなり急いで行ってしまった。気になったのは株式会社霧島という言葉、自分の勤務先でコーチをするチーム。え？お酒飲み放題やん。もしかしたらすぐ会うことになるかもしれないし、すぐにお酒を飲み放題かもしれない。そう思いつつ自分も練習場とお酒工場へ向かうことにしたのであった。やっぱ TRPG やってるせいかすごいあれな、流暢にナレーションできるわ。TRPG のおかげで流暢に喋れるようになってるわ。はじめまして、はじめまして。今日からコーチに就任した、どうもどうも、プラチナムカイでございます。どうも、来てくださって。あ、じゃあ、来てくださってって、この場合俺が来たのかな？はい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 。私は、トジョウ・ミチル、霧島所属の選手、いわゆるドルフィン。あの、じゃあやっぱりお酒は強い感じでございますか？この立地的に見える女の子は、トジョウ・ミチルというらしい。自分が指導することになる選手の一人だ。ほんほんほん、なるほどね。ヘイルカ。でっか。でっ。いや、なんでもないです。なんでもないです。すみません。あー、さっきの子。こんにちは。今日からお世話になります。サキミヤ。お前、あの時ぶつかったー。さっきの。思ったより淡白なリアクションやったわ。思ったより俺淡白なリアクションだったわ。知り合いじゃなくてさっき会ったばっかなんですよね。同じこと言ってるもん。全くもっと同じこと言ってる。3D のこのグラフィックは綺麗ですね。何やともあれ。綺麗ですね。で、あんまりなんかこういうこと言うと良くないから見てくる。はい、私も今日から霧島に入りました。よろしくお願いします。よろしくお願い。右も左も分からないコーチですけど、戦力外になったらすぐにぶっ飛ばしてください。いやー、データダウンロードだー。
いっぱい多すぎるよ、データダウンロード多すぎるよ。データダウンロード長いよ。あ、でもグラフィックめっちゃ綺麗。マジで綺麗なの。あー、ちょっと音楽流れてるから、ちょっと著作権問題が発生するかもしれないんで、めちゃくちゃ今からくっちゃべりますね。いやー、アニメグラフィックも綺麗だねー、ほんとに。でも、あー、オープニングで走る描写とエンディングで走る描写があるアニメは最強。よく言うやつ。よく言われるやつ。やっぱなんか、あるね、水鉄砲みたいなの持ってるね、やっぱり。やっぱ水鉄砲を使うのか？なんかわかんねえけどな。一体どういう感じ？ほら、めっちゃ水鉄砲持ってる。めっちゃなんか、クソバトりそうな水鉄砲あったよ。いやー、どういうバトルするんだろうな。おい、飛んでる、ビュンビュン行ってるね。ビュンビュン行ってるね。おい、やっぱ撃ってくるんですか？あー、やっぱ銃持ってる。うわ、めっちゃ撃ってくるやん。めっちゃ、バリアしなかった今。どうなってんの？どういうバトルしてんのこれ？バリア？バリア？バリアードもびっくりだぞこれは。すごいな。どないなってんのこれ。肌色が多いと怒られるんで。肌色が多いと怒られるんで、これに変えまーす。あ、でもちょっと順番的に見ていきたいな。あとあと、俺の立ち絵を多分縦とか横に並べて、私で隠さなきゃを多分することになると思うんですけど、海外に本社を持つ総合企業、カザミインダストリアルの UMI マシーンを中心に扱う子会社、大量資本を投入し、今一番勢いがある。ジェットバトルチームも上昇で現状一強。オーナーの娘である風見エレンが勉強のため、選手兼役員として会社に関わっている。へぇー。で、これが今ちょっと露出度やばいやつですね。古くから自動車など乗り物全般を扱っている歴史のある企業として知られている。ジェットバトルに初期から参入し、絶大人気を誇っていたが、最近は勢いがなくチームを不振に陥っている。それでコストカットを進めているのだが、まあ、てか自動車会社なんですか？なんだ、ふざけ。ガチな絵。ガチな絵。霧島飲んだことないから試したかったのにな。浦見製鉄所、和田積にある、精密部品扱う町工場。以前は霧島のマシンに関わっていたが、悪くなり続ける待遇に反旗を翻し、独自に営業を始めている。霧島のじゃあ、子会社的なサムシンがあったってこと？工場長の娘の浦見かなは霧島を一方的に見たこと気にしてるやつ。へぇー。狙い読めない。読めないよ。ネレイデスでいいのか、ネレイデなのかな。フランス語だよな、多分これ。フランス語は最後の単語読まないから、文字読まないから、ネレ、ああ。結局読めなかった。ネレイデ。ひとまず簡単に自己紹介しました後、試合形式で選手の実力を見ることになった、どうも、プラチャンネル会でございます。どうも、来てくださって、ありがとうございます。めちゃくちゃ喋るし、めちゃくちゃゲラです。まあ、こんな私でも良ければね、仲良くしてください。よろしくお願いします。おお、なるほどね。試合相手は誰なんですか？もしかしてアンリさんが？アンリ。今日は先輩たちは出払って。あ、ミチルさんはじゃあ子さんではないんだね。なるほどね。整備班の人たちに手伝ってもらう。整備班の人たち、雑魚いじめってことね。雑魚いじめってことね。あ、了解。コーチはジェットバトルのルールはご存知ですよ。いや、マジで知らんよ。何も知らんよ。ここで嘘をついても仕方がない。率直に事情を説明しようとした。不安すぎる、こんなコーチ。逆の立場だったら、コーチ今日来て。いや、実はさ、君たちがやってるスポーツ、ジェットバトルだっけ？何にも知らないんだよねって言われたら俺、絶対にも言いますよ。帰れ！帰れ！って言うわ。そういうことです。まあ、そうでしょうねんの。ああ、つまり何、無知な顔をしてたってこと？あ、バカそうな顔ってこと？やかましいわ。何が無知な顔じゃ、しばき回してるぞ。私と同じ新人さんですね。よう、そんな、フレンドリーにいけんな。うわ、戦いの中で学べってやつだ。出た。戦いの中で学べた。出た。よし、頑張っていいところ、見せますね。まあ、頑張ってはこれ。俺も頑張るわ。大日記、フェニックス、フェニテン。誰？誰？どこに天ぷら要素？あ、フェニオカこれ！夫のオカこれ！
フェニテンに見えた。なんでフェニックス天ぷら、なんでフェニックスって植物か。フェニックスって植物あるわ。CR の有坂さんが昔言うてはったわ、なんか。宮城にあるって言ったやつ。クエストボタンを押すとクエスト選択画面に遷移します。めっちゃグラフィック綺麗だな、後ろの海といい。えぐ綺麗だな。頑張りますよ。メインケースに挑戦しましょう。イルカがぴょんぴょん飛んでるよ。メインクエストを進めてみましょう。憧れの姿は？チュートリアルバトル、はーい。めっちゃグラサンつけてる敵、なに？めっちゃいいよ。こっちもグラサンつけたい。めちゃくちゃいいやん。はい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 。はい、はい、はい。アタッカー、ディフェンダー、両方のドルフィンを先制できました。はーい。なんか知らん二人おるけどいいの？まあ、こんな感じでやっていくゲームなのかな？さてさて、一体どうなることやら。長いローディングが！長い！長い！長すぎる！おい、めっちゃグラフィック綺麗。絶好の試合日和だ。アタッカーとディフェンダーがいるんだ。ステンバイ。うわー、じゃあ何が起きてるの？なんかすごい、なんかあれっぽい。なんか早早早早。なに。なんかあれっぽい。仮面ライダーのゲームのガンバライジングっぽい、なんか。今のすげえガンバライジングっぽかった。敵の HP です。ゼロにすると勝利となります。敵の仕様です。ゼロになると敵がブレイクします。敵のアイコンです。選択するとドルフィンのスキルや状態変化を確認できます。アイコンの株にあるのは SP です。最大で止まると SP スキルが配布されるようになります。味方の HP、シュートアイコン、SP がここに表示されます。なんかあれだ、コマンドオーダーバトルだ。FGO だ、要するに。はぁ。味方の HP がゼロになった場合や、制限ターンを通過した場合は敗北となります。生のスキルが選べます。各ドルフィンのスキルが1枚ずつ配布され、その後全員のスキルから中でランダムで、はや、な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 、あらんあらん、うわぁ、細かいよ、細かいよ、細かいよ、スキルを選択して、はい、プロテクトケア。スキルは選択されました。はぁ、2回やんなきゃいけないんだ。ヘビーショット、クイックショット。プロテクトケア、シールドを2回すくう。でもシールド今満タンだよな。バズーカー、すごい、危な。バズーカーに、ウィングマンみたいなやつだった。敵ね、スキルが寄され、種類もレベルも同じスキルが2枚だった場合、それらのスキルがあったりして、やっぱし1枚スキルだよ。何それ。めっちゃ撃ってくるよ、めっちゃ撃ってくるよ、めっちゃ撃ってくるよ。めっちゃ撃ってくるやん、めっちゃ撃ってくるやん。めちゃめちゃ撃ってくるやん。めっちゃ撃ってくるやん、めっちゃ撃ってくるやん、めっちゃ撃ってくるやん。で、グラフィック綺麗だな、めちゃめちゃ。グラフィックめっちゃ綺麗だな。お、プロテクトケアいいじゃない？はいはいはい。フリック？ん？この状態のこれスキルを選択すると、フリック？ん？はい、はい。わからぬだが共に歩むことができる、おら、行ってこい！行ったれ行ったれ！ずっと行ったのに。ボコボコにしたれ！ファーストブレイク、何これ、もう一発決めろ、何これ、こんなんできんの、あ、ゼロにしてブレイクしたら一旦次のところで、へぇ、なるほどね、はーん、なるほどね、あ、じゃあもうバトル、攻撃技ばっかしまくれってことだ、この時は、なるほどなるほど、スナイパーえぐえぐ、うわ、いっぱい銃火器いっぱい持ってんだな、銃火器って火器じゃない、この場合銃水いっぱい必殺技？すごい、うわ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 、危な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 、あー、入水。なんとか成功。なんか勝ったー。すごいいい感じだったね。なんだこのゲーム。
なんだこのゲーム。なんだなんだなんか、なんだあ、なんだこのゲーム。なるほどな。いやー、なんかすげーな。すげーな。なんかすげーな。チュートリアルガチャ、イエーイ、やってみようぜ、ガチャ。全国でやってみようぜ。誰くんの？あ、こういう感じなんだ、へえ。なんか、ここあれっぽいね。あの、何？プロセカみたいな、プロセカ。プロセカ感ある、プロセカ感。じゃ、今後なんか、どんどん衣装が増えてくって感じなのかな。ただ、衣装つっても、水に濡れても問題ない衣装になるからな。ういー。あ、なんかさっきの、フェニックステンプラ。えい、どんなやつくんの？私服の山場夢だって。へぇー。ガチ興味なお。期待に目を輝かせて。へぇー。ガチ興味なさを目なんだけど。ヴィーナ私服。私服がこれなん？私服これなん？お嬢がすぎるぞ。私服これなん？えぐ。ちょっと、あれだわ。距離置いてまわ、私服あれ。私服あれ、興味置いてまわ、さすがにな。子供先生の言う方、誰ふわ言う。この、なんか、やっぱドルフィンさんがぴょんってしてる時がいいのかな、やっぱな。これがいいのかな。セレナ・ルイス主役。ああ、この主役いいじゃん、いいじゃん。インフィニティって書いてあるけど。無限大。腕のやつめっちゃかっこいい。あと、グラサンいいですね、やっぱ。グラサンいいですね。グラサンほどいいものはない、やっぱ。金だ！プール開きの大掃除。やった。中もらう。うわ、金！やったー、なんか、あざーす。ひよりさんかなこれ。あざーす、なんか、なんの、すごいの来た。キュリシーマン。これ、画面的に大丈夫よ、これ。画面的に大丈夫、はい、心の底から喜べないんだけど、これ画面的に大丈夫、これ。これ、大丈夫。なんか今すごい、今顔真っ赤で冷や汗かいてんだけど、今大丈夫かなこれ。YouTube 的に問題ないかなこれ。大丈夫かなこれ。怒られない？怒られないかな。もう一度弾くとかできるんだ。すご。へえ、すげえな、このゲーム。なんか、いろいろだな。で、グラフィック綺麗だな、グラフィック。めっちゃ綺麗だな、グラフィック。それマジで思った。グラフィック綺麗すぎて今俺ね、バンの心配をしてる。バンされないかすごい心配してる。これ後で編集しなきゃいけないな、これ。大変だ、大変だ、大変だ。これ編集しなきゃいけないよ、大変だ。大変だ、大変だ。ああ、大変だよ。大変ですよ、ミスター。ああ、へえ、つって。でも、まあ、おもろいな。いや、おもろいよ。おもろいですよ、そりゃ。システムとしてはね。システムとしてはおもろいですよ、もちろん。ひとまずこのところでしか理解できましたか？とりあえず、フェイトグランドオーダー？フェイトグランドオーダーって感じかな、要するに。グラフィックがめっちゃいいフェイトグランドオーダーやね。だそうです。私ちょっと不安だったんです。ああ、なるほどね。私だけだって聞いてたので。ああ、桐島さん今不調らしいですもんね。でも一緒にコーチが来てくれてとても心強いです。すごいなこの子。俺だったら絶対帰れ。何を予習ぐらいしてこい。やらせるとこやったわ。そうね。
ああ、でもみちるさんは、今の状況知ってんだよね、霧島のね。ああ、かわいそうに。コーチさん。はい、よろしくお願いします。改めて、よろしくお願いしますよ。今、私の頭の片隅はチャンネル番の恐怖しかないですよね。はあ、二人に言われて改めて実感した。今日から自分は霧島のコーチ、プラチナムカデなのだと。頑張ってください。スーパーヒートゴト、イエア。すごい今チャンネル番に対する恐怖が強いな今。大丈夫かな怖いなマジで怖いな本当に。どうしてロード長いなロード長いよーロードが長いんだよー助けて誰がーロードがすごい長いもう0になったり100になったり行ったり来たりだよー何回ロードすんだよー握手しろよー握手しろよーでも本当にグラフィックいいから正直ロード長いのもなんかうなずけるわなんかすげーグラフィックいいもん戦闘の時のさ、水のやつとかさ、すごくなかったなんか。ラジオ、ドルフィンウェーブ!イエーイ!チャイナドレス姿のザキンヤ選手と戸城選手。YouTube 的にまずいまずいまずい。YouTube 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 的にまずい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 。まずい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 。あ、これもしかしてなんか今の YouTube の、YouTube じゃないガチャのなんかやっちゃってるってことこれ。だと思う。力入れはすごいな。ガードが甘いわ、草。チャイナドレスでガード甘い草。あ、メモリーってものも別にあるのね。なるほどなるほどね。なるほどね。へぇー。いや、めちゃくちゃ、でも、すごいな。名人は11章、11章あるんだ。へぇー。へぇー。なんか、すごい力の入れようすごいな。力の入れようがすごいな、このゲーム。このゲームの力の入れようすごいな、マジで。どないなってんの?まーたなに、もういつまでやるんで、もう、チャレンジまで、なにこの化け物もう、ふま娘とそっくりとか言う、全言撤回です。レイドバトルじゃんなにこの化け物女の子に向けて戦わせる化け物じゃないでしょ、これ。なにこれガンダムとか戦うやつだよ、これって。えぐっ!なんかミスターインクレディブルにあんなやついたよね、なんか。ミスターインクレディブルにああいう化け物いたよな、なんかラストの、ラスボスで。そうだよ!とりあえずなんかすごいね、本当に力の入れようが。はい、ラジオドルフィンウェーブ、お相手はなんて読むのあ、友は読めます。はぁ?と、友だけ読めた。てん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 。なんなんだこのゲーム!